シャロームダジャハオチョの意味だ天国家ウジンでございます。今日も元気よくね、ハンコを掘っていきたいと思いますけれども、今日は何と掘るかと言いますと、大吉とね、大きい吉でございます。大吉でございます。まあよく天国ではね、定番の題材で、昔からある、まあね、世の中でも大吉、いい言葉ですね。いいこといっぱいあるよみたいな感じで掘っていきます。縦長で主文でいきます。で、例によってね、この富士って言ってね、地入れを主木でやっていくんだけれども、穂先がねもうちびてしまってるので、まあ適当な感じの地入れになりますけれども、今日はねちょっと遊びっぽいね、にっこりマークをにっこりを入れて、可愛らしく彫っていきたいと思います。さてさて、このだいたい大きさがこれが縦長15mm、横が8mmぐらいね、の大きさなんだけれどもね、こう本来ね、主文でも何でもこう富士ね、字入れをするときはね、もうちょっときっちり入れた方がいいですね。何かっていうとね、この字入れ、富士、これによってですね、結構っていうか大概この作品がね、決まってきてしまうんですね。なぜかというとね、ちょっと僕慣れちゃってるので、そんなことはないんだけれども、この彫ってるうちにね、まあ字入れは適当にやって彫りが楽しいからね、字入れは適当にやりまして、それで、彫りでね、彫りながら直していけばいいやという考えが大きいと思います。僕もそう思います。だけれどもね、最初のうちそれやっちゃうとどうなるかっていうとね、下書きね、この下書きをずらしてやっていくと、このその部分でね、どこ彫ってるか分かんなくなってきちゃうんだよね。しかもこれね、まあ大吉とね左右対称だから、まあそれほど変化ないだろうと思うんだけど、この微妙な右上がりとかっていうのがね、彫ってるうちにね、普段見てる感覚とちょっと違うんですよ、その字を逆さまにするということはね。なのでできるだけ、この字入れはですね、きっちりしていた方がいい。最初のうちはね、もう徹底的に、掘る状態に、と全く同じ状態で、この字入れをしていくとですね、後々楽です。後で直していこうと思うとね、掘りながら修正すればいいやと思うとね、どこ掘ってんだかよく分かんなくなってきちゃうんだよね。で、まあね、この単純なね、大吉みたいに単純な感じならいいんだけれども、それがね、こうなんていうか、もっと複雑になるなんて、1ミリずれただけでも下の字がね、下の線がなんかうまく入らないみたいなね、どんどん尻つぼみになってきちゃうみたいなことは結構あります。なので、字入れはね、丁寧にやってください。僕は丁寧にやりませんっていうのは慣れてますからです。はい、もう大体、その目安として入ればいいやみたいな感じで、やってますね。まあ本来字入れも下書きもそんなしない感じで掘ってっちゃう。まあ慣れてきたらね、この字入れをしないで掘るというのもいいかもしれない。なぜかというと、そのなんていうのかな、まあね、最初のうちはこうきっちりやって、デザイン通りにいくっていうのがいいんだけれども、そうするとね、予定調和というかね、思った通りの予想通りのものが出来上がっても面白くなかったりするわけですよ。だから自分でも意外な、あれこんな風に仕上がったんだみたいなところをがあってもね、天国のそれは醍醐味ではないかと思う。ただね、その掘り慣れてきたり、その石の感覚をつかんできたり、今こう基地の上の部分を掘ってるけど、この中心をね、通すっていうのも意外に大変なんですよ。この下の口と上のね、この武士の C の部分ね、この部分っていうのがこうずれてきちゃうことは結構あります。多々あります。それはしょうがない。なかなかこう自分で、中心取ってるつもりでもね、こう見てるのと逆さまで見るの微妙にずれてきてしまうので、そこら辺のところもね、感覚的にこう逆さまで、見れるか見れないかっていうところは慣れてくるまでは綺麗にやっといた方がいいけれども、そのうちはですね、もうその下書きを無視してね、ガンガン掘っていくというね、そういう面白みもね、味わっていただければと思います。だからこの予期せぬところが欠けてくるわけですよ。ボリッとね、それをどううまくごまかすかっていうね、欠けちゃったから掘り直しではなくて、それはね、天の恵みと考えるわけですね。こう変なところ欠けちゃいました、うん、自分と意図しないところが欠けました。本来なら自分はそんなところを欠けさせません。だけれどもそこが欠けたということは自分の範疇以外、自分の想像する世界とは違う世界がそこに出来上がってきたので、それを利用してね、その因を組み立てていくと自分の今までの発想とは違う因がね出来上がってきたりするんですよ。なので、自分が予期しない失敗っていうのはこれは神の恵みだと思ってね、神の啓示です、こんな方法もあるんだよ、でそのパズルみたいなもんだよね。いやーここどうしたらいいんだろうみたいな、そこのところ頭をひねらしてね、それを試行錯誤してね、こねくり回してね、最終的には失敗するかもしれないけど練習だからそれはで新たな境地を開くためのものは何か、それは一番大事なものは失敗です、失敗、全てのことは失敗からこうなんか出てきてるんじゃないかなと思うよね。新しい発見って大体そうだと思うよね。科学でもそうだと思うんだよ。こんなことやるつもりなかったのにこうなったらなんだこの反応はみたいなところから予期せぬところからその発想って生まれていくんですよ。もう自分の脳内ではねもう限界がある、考えた通りにやったって大したことないんですよ。それはねもう人知を超えたところね、もう神のみぞ知る世界に突入ということになりますんで、このねぜひね、失敗した部分、やっぱりね掘ってるうちにちょっと欠けちゃったりするとキーってなってもう一回すり直しってなるんだけれどもね、それをね一歩踏みとどまってそれをどうこねくり回すかみたいなね、どうせ失敗で削り直すんですからね、それはもう徹底的に練習台としていただいてどんどんそれをね、ぐずどこまで限界に枠を崩せるか、どこまで線を徹底的に細くできるか、どこまでバランス崩せるかみたいなところを試しでやってみるのは非常に面白いと思う。だからねその失敗というものはないんです、それは失敗というものはね成功への失敗は成功の母と言いますけれどもね、全くその通りだと思う。その人生においてもねそのなんか今まで、こんなことがあって遠回りしてきてしまったなということがね後々になってくるとね思いっきりそれが役に立つんだよね。その遠回り遊びの部分がない人生ではですね、それはねそれで融通が利かないし、いざとなった時にはねピンチを乗り越えるその力になるのがその無駄な時間だったりするんだよね。その無駄な時間にですねいろんなものが溜め込まれていくわけです。だからね、合理的でねもうその無駄のないところでやっていきたいところでありますが、残念ながらこのね無駄というところ、失敗というところに、人生の醍醐味はあるのではないかと、そんなことの大吉でございます。にっこりにっこり大吉でございます。そう話してるうちに、掘り上がってしまいまして、掘りの解説を今日もしようと思ったけれども結局全然違う話になりました。はい、どんな感じかな。大吉とベタ、かわいいね大吉、いいことありますように。みんな大吉です。ということで、今日の掘り語りはこんなところで終わりたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。さいちゃんバイバイ。大吉。